のピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、これね、気になってあらかじめダウンロードしてたんだけど、説明文にね、Can you kill 4って書いてるんだよね。だからね、パウブロック1つでブラックパックンを4匹倒せっていうことだと思うんですよ。ちょっと気になるんでね、やっていきましょう。あ、やっぱりね、ブラックパックを4体倒してからゴールって書いてるね。っていうことはよ、このパワーブロックを当てる場所によってブラパが4匹倒せるかどうかっていう感じだと思うんですよ。まあとりあえず普通にさ、真ん中狙ってみる。こう、うわ、2匹だけ。嘘、マジかよ。一番上行ってみよっか。はい、うわ、2匹じゃねえか。難しい、ここ。じゃあこのパワーブロックを上に投げてみよっか。はい、いやいや、分かった分かった。このパワーブロック一旦持つでしょ。そしてもう一回このパワーブロックを回収する。こういう感じか。いや、初めてすぎこれ。すごいすごい、パワーブロックを一回も使わないでね、倒せるみたいな。あ、いや、今のはマジムーブ。なんで一旦ここで上投げるでしょ。そして持つ。で、もう一回上に投げる。そして持つ。で、いけ、おら。これはめちゃくちゃ斬新だね。いや、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ベストオブスーパーマリオメーカー2トロールモーメンツ。 This is… もういいや。もう説明文どうせ読めないんで、私英語苦手で。今日はこのコースやっていきましょう。ちょっと気になったのがね、韓国の方なんですよ。韓国の方のトロールコースってね、めちゃくちゃ面白いような気がするんですけど、ここは大丈夫。よしよしよし。え、っていいか、ビームじゃないで、あれ吐いたね、この、わかる、あのトゲソーみたいな吐いてるんですけど。じゃあこのまま右行っていいのかな。なんか斬新すぎない、今日の初見殺しっていうか。じゃあここはこのハテナブロック叩きます。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、キノコが出てきたけど、多分あのキノコを取ってすぐこのブロックを壊しに行けみたいな感じかな。この下行ったら何があるんだろう。やっぱ何もないよね。じゃあここは一旦キノコを出しておいて、すぐ右に逃げようか。こう、よし。そんでブロックを壊してから、あ、大丈夫、今の、今の大丈夫だった、正解なのかな。オンオフは何、これ意味ないね。うわ、下に行くか上に行くか悩むよね。っていうかここピンクコインありすぎじゃない。じゃあ私下に行きます。こっちやってる。じゃあ次は上行くね。こっからこうで、あのファイヤーはね、取ったらダメ絶対に。そしてこの大砲はね、上がってきてファイヤーのところに連れていくと思うんで、一旦左に逃げる。ほら、渡ってる。で、右で、ここでリンク取っておいて、どうしよう。あ、ここは何もないのか。じゃあこのままね、土管に入ろう。そして、あ、左下だね。なに。嫌な予感しかして、これどうせやられるやつでしょう、このドリルネジに。それじゃあこの土管入って何もしない、多分それでいけるでしょう。そんで左、オッケー。いや、左下なんて書いてるね。ちょっと信じてみる、たまには信じよう。走れ。あ、合ってたんじゃないこれ。ほら、それがお前らのやり方か。じゃあここはすぐ左に逃げよう。オッケー。待って、まとってんだけど、焼き魚になってる。じゃあここは上だね。あ、待って、いやー。じゃあここは左の方に逃げとこうか。こっち、それで合ってるでしょ。オッケー。で、上、よし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 。そんで次はここは中間ポイント。あ、ここもピンクコイン系だったね。めっちゃありすぎじゃない、ちょっと。ありすぎでしょ、ここめっちゃ長いんじゃないの。大丈夫、最近はピンクコイン系だったじゃんか。あ、スター取らないけん感じかな、これ取ったら。でもダメだね、花ちゃんにやられるもんね。じゃあここはすぐ右に行っていい。そして花ちゃんに乗って右に渡ろう。そしてここは取らないでいい、きっといらないあれは。そしてこの亀の甲羅を履いていこう。で、ここでヒップドロップするパターンでしょ。おりゃ、なに。待って、やめて。いや、脱げねえ、亀の甲羅が。助けて、ピンさん、助けてよ。あれ、待って、ピンさんが右向いても左向いても来ない。
なにこれ。いや、もうちょっとこっち来て。もうちょっと。何もできないんだって。頼むって。やってくれよ早く。いやー。じゃあここは裏にさ、パワーブロック隠されてあったよね。それをこの神の甲羅で蹴って発動。花ー蹴って黒い花避ける。よし。そんで右に渡れる感じだね。そしてね、押して上。これはアイテム取れないね。なんで、うわどうしよう。ここはアイテム発動させないでいく。なに右上ちょっと足が見えるけど。じゃあこれ左でよかったのかな。ここ叩いてみるよ。わ、濃いんじゃん。じゃあこのまま一旦上にやっておいて、そして右、オッケー。でここもね、いけるの。大丈夫だね。そして右に渡れる。なに何ここ。じゃあ今度は右に渡りすぎんように行こう。なんでこう、いや合ってるでしょ。そしてこうこうしか言ってね大丈夫ですか今日。なんかね、こうの日だね。でこのまま右行ってさっきの場所に戻れる感じかな。あら、どうするのここ。どうしようもなくないこれ。ほら、あー、ここに土管があるのね。でここ多分ね、1個のあのステージっていうのかな、そこに2個隠されてるピンクコインが。ほら、まず初めの1個と、多分ここ金魚でしょ、どうせ。分かって。なにここ、え、今の取らなくていい感じ。じゃあここは左に走って渡る。なにこれは笑うって。こんなのなんだこれ早く来いよトゲベッド、じらすなって。早く来いって、早送りするよもう。どこ行ってんの、右に来てよ。あ、なるほど、そっから下から来る感じだね。もうじらしやがって、下から上に来る。そっちかなあ、だ、あ、P を押す感じそれ。いや違うね、やっと来たね、ありがてえ。一旦オンオフして何もしない。そして左に行こう。これは左に蹴るべきか。うん、左に蹴ってみよう。こう、いや多分これだってね。うわずる。え、それ P 発動しないの。じゃあ左に蹴ってダメだったんで右に蹴るしかない。そうだよね。よし、で左に渡ろう。で次はリンクくっそ、あの魚今日結構やられるな魚に。じゃあここはすぐリンク取りって行こう。そんでこのまま左に渡っていいのかな。大丈夫だね。うわ、爆弾投げてブロック壊す感じだね。で左、よし。でこのまま左でいい。金魚出てくる。金魚出てこないね。ここはオンオフをした方がいいのかな。でももう戻れないもんね。なんでこいつを信じるしかない。なんか出てなんだじゃあここ多分ね、オンオフしておかなきゃいけないと思う。そんな感じじゃないの。あ、待って待って、やったてるるてってて。でここで下に行ってすぐ右、違う左、そして大丈夫で、もう一回このパワーブロックを持つ。そして引っかかりましたじゃあここは抜いた後すぐ右でいいのかな。すぐ右行ってみて。よし、オッケー。そんでここを渡れると。うわ、あの50コインめっちゃ怪しいけど取りません。いやうわ悔しい、今の引っかかり方は。じゃあここは50コインの方に行ってもダメなんで、一旦ジャンプしよう。こう、そして右に渡る感じでしょ。よしよしよし、これで2つ目のあれピンクコイン。うそー土管に入れない。チビになった瞬間左に走り抜けたら多分大丈夫、そういう感じでしょ。オッケー、でジャンプ、よし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 。ここも結構難しいな。前回したトロールコーストもめっちゃ難しかったんですけどね。じゃあ次は右から2つ目のドアだね。左、よし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 、うわよしじゃねえここ右に行けない、ジャンプするしかないよここも。うわ、死に耐久かと思ったけど違ったね、よかった。じゃあここは何もしないで右。ここはシーソー動く、あ、動かないね。ジャンプなんでさっきまで動かんかったよそれじゃあここはハテナブロック叩きます。そしてすぐ右、よしよしよし。うわ、ここはこのスキンって
モテたっけ、モテないよね確か、モテないんでかぶれはできないよね。一旦蹴って左に行けるか。うわっ、いやそこにバネは分かんない。じゃあ上行こう。そして一旦大ジャンプしてみるね。すぐ大ジャンプして上に行きます。これで合ってる。うわ完璧すぎ。うわ見た、しかもここでフラワーも取れると。そしてここで私のあの決まり文句出ますよ。行きます。ジャッカマン。うおーい、おい辛くないかそこ。なあ、うわバブル出ねえし、ドッスンだけ来させておいて何もしない。そして右左の氷溶かそう。オッケー。でチビになって上に行くと。うわこういうのよ、絶対引っかかる気しかしない。すぐジャンプするね。はい、何、いや大丈夫、あ大丈夫、よかった。ここさ、うん、まあそんなんだろうと思いました、うん、こんなんだろうと思いました。っていうことは右を先に叩けばよかったのか。あ、そういう感じだね。これどうすりゃいいのここ。わー、いた、いや感動。これは逆に引っかかってね、よかったって思います。あんな見れたんだもんね。え、これバグじゃないの。それじゃあここは右から先叩こう。そんでいける。よしよしよし、あと1個だね。それじゃあ最後一番右のこの何色、これ黄土色かな、のとか入っていこう。ここはどういう感じ。一旦ねジャンプするしかないんだよな。ジャンプして左に逃げるね。おっ、よし、あ逃げれた逃げれた、完璧だね。これは何、あー引っかかった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 。それじゃここは無視、右行こう。でここもね無視して右に行きます。いやカロンの甲羅いる感じだね、きっと。カロンだけ取っていこうか。カロンの甲羅入っていきます。そして上、うわー怪しい。右に行ければいいのか、それとも上に行けばいいのか。上、いや右に蹴ります。なんもなーい。じゃあここは上だね、上にジャンプしていきます。うわなんで、なんでよ、え、これやられるパターンでしょ。うわ出た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 、引っかかった引っかかった。テテ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 。じゃあここさジャンプして、じゃあここジャンプしてまた下に降りる感じかな。で入って右に行く感じ。うわこれ取っていい、いや取らなきゃいけないんじゃないの。あ強制的に取らされたね。あらダメなのこっち。うわダメっぽい、ここやられるやつだ。そうでしょ、あ、いや、合ってる合ってる、来た、いやじゃあこの辺でデカキノコ出てきたよね。そっち、オッケー。で、もう一回ブラパに気をつけていこう。すぐ右、そう、そしてまたすぐ左。いや、大丈夫、オッケーオッケーオッケー。そしてチェビになって上に行こう。ほっ、大丈夫。しいよ今のは、もう本当にもうやめよっかな。じゃあここ一旦オンオフ変わるからね、変わってから行こう。よしオッケー。で上ジャンプ、よし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 、全部集まりましたよ、来た。これでゴールできればいいんだけど、だいたいこういうコースってさ素直にゴールさせてくれないよね。それじゃあ最後の扉開けていきます。どんな感じなんだろう。何もしない、うん、こういう時大体何もしないでいいんだよね。でここは左でいいのかな、四角信じます。え、ピンポンだけど右は何これ。いや全然ピンポンじゃねえやんか。あ待って、鍵大丈夫かな。あーよかった、手に入れれた。あキノコあるやん。あなんかさっきと違うね、さっきもキノコあったっけ。じゃあここでキノコを取ってどうしよう、もう右しかないね、大丈夫。うわ GG ハテナって書いてるよ、絶対ゴールさせてくれないやつでしょ。なんだよこれ。面白すぎでしょこのコース。いやこのまんまゴールさせてくれるんでしょきっと。上に行ったらいいの、これ止まってんのかな、右に行ってんのかな。あ多分止まってるね。
うわ、合ってる？こっちで合ってんのかな？そのままゴールさせてほしい。全然違うやんかー多分ね、ここ右にジャンプすればいけると思う。ゴールがあると思う。なんでドカンじゃないね。ロカンに入ったらダメだったんで、右にジャンプしてみようか。こっからだよ。こっから右にジャンプ。いや、ゴールがある。あれ、ゴールはどこ？こいつを叩いたらゴールっていう感じですか？え、どこ？ゴールは左でいいの？左行きますね。とりあえずこれなんて書いてるか見ていい？ CP と、うわ、ザ、なんとか上まで上がれてか。ゲットザチェックポイント。いや、全然意味わかんないんだけど。え、やられないの？ここ、待って、やられれないしさ。あ、右上の針でやられればいいのか。それはいいんだけど、ゴールがどこにあるかだよね。これ地味に、これ地位耐久だよ、これ地味に難しいよ、ここ。あっ、うわ、ここ地味にむずい。一旦こっからすぐ下に降りる、これが正解。動いてない。この子動いてないんじゃん。それじゃあちょっとさ、右行ってみる。こっちが正解。うーわ、マジかよ、これゴールなの？わかんねえって、それは。いや、ゴールできました。どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。